ないハンバーガー組を作るぞ。始まりました立石学園。私は今日はグミを作りたいんだけど、実は前にもレインボーグミを作ったんだけれども、今日作るのは超巨大ハンバーガーの形をしたグミです。なんかさ、グミとハンバーガーの組み合わせってファーストフード感がすごいよね。材料はこちら。リンゴジュース、オレンジジュース、メロンソーダ、アセロラジュース、コーラ。今回はハンバーガーの色によってジュースを使い分けます。鍋、容器、ゼラチン、計量カップです。ちなみにパンやチーズの形もいろいろ違うので、たくさんの容器を買い揃えてきました。この中にジュースを注ぎ込んでいきます。まずはバンズ作りです。バンズにはこれ、リンゴジュースを使っていきます。まずはこのリンゴジュースを計量カップに 800ml 分入れていきます。はい、これで 500ml 分、残り 300ml を入れて、全部鍋に入れたら、この鍋を沸騰させない程度に温めていきます。はい、温めてきました。このジュースの中に次はこのゼラチンを入れていきます。今回はジュース 100ml につきゼラチンを 10g 入れていきます。ゼラチンの量はお好みで調節してください。よくかき混ぜたら容器の中に流し込んでいきます。はい、これを冷蔵庫に入れて固まるまで冷やしていきます。はい、次は私の大好きなパテ、お肉を作ります。ということで、じゃん、コーラを使っていきます。コーラは 800ml 入れていきます。はい、と先ほどと同じように沸騰しない程度に温めていきます。こっからの手順はさっきのバンズと同じです。はい、温めてゼラチンを入れました。では容器に流し込んでいきます。私の大好きなチーズにはオレンジジュースを 400ml、 レタスにはメロンジュースを 300ml、 フレッシュなトマトにはアセロラジュースを 800ml。 はい、グミが全部固まりました。いいね、いい感じにできております。でね、今回は結構グミしっかりしてる。ほら、こうやってグーで叩いても全然壊れない、頑丈。ということで、これでハンバーガーを完成させていきます。はい、じゃあまずは一番下のバンズから。これね、逆さまにしてみっか。あ全然ならないね。あ、これどうしよう。はい、竹串を使ってちょっと外側を外していきます。あー、いい感じ。指でやるのより全然いいわ。もうこれ手で、あー、きたー、べっこ飴みたい、大きいべっこ飴。はい、オッケー。2段目はコーラ味のお肉。あ、これはいいね、スムーズにいけそう。おー、いい色出てる。パテっぽいよね、弾力も抜群。重い、オッケー。3段目は私の大好きなチーズ。かなりいい色出てる。はい、チーズ、ほいっとな、溶けた感じのこのデロッとした前に出そう。チーズ乗っけた4段目はレタス。これはね、ちょっとレタス感を出したいので、ちぎって重ねていきます。じゃあこの端っこの方破いていこうかな。ちょっとはみ出してレタス感を出す。そしてフレッシュなトマトを乗っけて、はい、ババン。おお、なかなかレタスの上だからか結構赤く見える。じゃあ最後にこのバンズを乗っけて、はい、完成です。超巨大ハンバーガーめちゃくちゃ重い。はい、私の直径と比べると、やばい、もう、これだし、
で、厚さがこのくらい。わかる？クオリティとしては結構いい感じにできたと思います。で、厚さが約9センチぐらいあります。完成したからにはちょっと味見をしてみよう。一苦労持つのもこれ。はい、じゃあいただきます。チーズしか噛めてない。味はしっかりグミになってる。美味しい。ということで今日は超巨大ハンバーグ